はい、こんばんは、遠藤です。今日はナイキエアーマックス1を買ったんで紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速、これが箱ですね。何も入ってないシンプルな箱です。で、中がこんな感じですね。エアーマックス1アニバーサリー、今年でちょうど30周年みたいですね。最初が1987年に出たみたいです。で、中がこんな感じですね。はい。で、これは当時のオリジナルカラーみたいですね。白赤ですね。はい、オリジナルカラー。で、かかとが、ナイキエアー。で、中がこんな感じでナイキエアーって書いてますね。で、終端が、ナイキエアマックス、うん、ナイキエアマックス、かっこいいですね、終端。で、横がこんな感じですね。あ、ビジブルエアですね、見えるエア。でもエアマックスって言ってる割には そこまでエア入ってないですね。ちょっとしか入ってないですね。で、横もこんな感じですね。ちょっとレトロな、なんかクラシックな感じでかっこいいですね。で、ランニングシューズなんで履き心地も良さそうですね、履き心地も。うん、うん、いいっすね。はい、はい、ナイキエアマックス1を買ってみたでした。ありがとうございます。